はい、どうも皆さんこんばんは。おはようございます。サイテンマンです。ドラゴンクエストビルダーズやっていきたいと思います。前回のパートでヘルコンドルを倒しまして、で向こうに光が見えますよってことで新たな、町に行こうというところなんですけど、ちょっとねまずちょっとお話ししておかないといけないことがありまして、2日前に僕生放送でこのリムルダールを改装したじゃないですか。どうやら今春休みで YouTube のなんかライブをやる配信者が多いらしくですね、ちょっとアーカイブの処理にちょっと時間がかかってるみたいで、後半の2時間しか見れない状態になってるらしいんですよ。そのアーカイブが今現在は更新されて見れる状態になってるかわかんないんですけど、なってるらしくて、ちょっとね街がよくわかってないっていう方のために、最後にこのリムルダールをざっと見ていきたいと思います。ここが病院ですね。で、ここが薬局。で、ここが、仕立て更衣室。で、こっちが水飲み場になってます。ここが水飲み場ですね。で、ここが旅の祠。で、ここまあ噴水あって水が通ってるみたいな。こういう感じの街になってます。はい。ということで、新たな場所を目指していきたいと思います。さらばリムルダール、拙者は流浪にまた流れるでござるよ。はい、ということで行きましょう。新天地を求めて。俺なんか足場作るっていう案もあったんですけど、まあまあいいや、もうとりあえず新しいところに行こう。なんか毒関係のあれでしたね、このリムルダール編は。俺の予想だと次は、マイラじゃないかな。セオリーというか、なんかマイラっぽい。次の街は。どこかな。よし。ありました。光。長かったな、このリムルダール編。なんかメルキドより長くやってたような感覚ですが、行きましょう。その光は次なる地へとあなたを運ぶ光の扉です。この地で得た力も学んだことも新しく目覚める地では通用しないでしょう。もしひとたびその光の扉をくぐればあなたは全てを失うことになるのです。しかし最低限よ、それでもこの世界の闇を払いたいと願うなら光の渦の中に飛び込むのです。全ては精霊の導きのままに。行きます。みんな、さらばだ。次の大地へ飛び出しますか。はい。いろいろありましたね。元老はにエマさんに。あ、サイテーマン様、やはり行ってしまわれるのですね。お止めしたいのは山々ですが、それは私の個人的なわがままというもの。無理を言ってお引き止めするわけにもいきません。なぜならサイテーマン様はこれから、このアレフガルドを覆う闇という大きな病を治しに行かれるのですから。おう、申し訳ありません。私としたことが、ちょっぴりうまいことを言った気になってしまいました。いや、うまいこと言えてたよ、今の。サイテーマ様、寝るときは暖かくして、風には気をつけてくださいね。栄養をきちんととって、適度に運動して、それから。まあ、リアルの俺に言われてるみたいな、気分になりますが、この主人公とより。サイテーマ様、ささやかですが、最後に私から一つお渡ししておくものがあります。新たな地で悪しき、物と戦うためにどうかこれだけはお持ちになってください。さようならサイテーマン様、どうか新しい地でもお元気で。エルさん、ありがとう。俺は新たな場所へ旅に出る。そして新たな仲間を見つけに行く。はい、ということでリムルダール編クリアしました。長かったな、リムルダール編。スライムの王冠とかを手に入れるみたいな、なんかチャレンジのあれがあるんですよ。タルバのクイズに全問正解するとかもあるのか。へえ、なんかやり込み要素も結構強そうですね、リムルダール編は。あ、マイラ。マイラ・ガライア編。やっぱマイラですよ。俺、マジで知らなかったんですけど、マジでマイラみたいですね。マイラっていうのは、
ドラクエ1でいうと、いわゆる温泉、木がメインで温泉の町なんですね、マイラっていうのは。で、あの王者の剣っていう伝説の武器が手に入る場所でもあります。ということで、新たな地マイラ行きたいと思います。マイラはぶっちゃけどんな問題抱えてんのかな。マイラガライア編、うわこの BGM か。これはドラクエ2のフィールドの BGM です。うわモンスターがやばいのと、何今の城、お城もいっぱいあったな。これドラクエ2の BGM です。この BGM も神曲なんで一緒に聴いていってください。この BGM はマジで神曲ですね。ドラクエ2の仲間が全員集まりきる前のフィールドの BGM ですね。目が覚めましたか、サイテーマン。その地はマイラ。あなたが次に救うべき場所です。遥か昔、この地には美しい木々に覆われた活気あふれる町が存在していましたが、今では屈強な魔物たちに支配され、わずかに残された人々は戦火の中で絶望しています。さあ、あなたにはこれを渡しておきましょう。旗ですか。マイラはどうやら、魔物たちと戦ってたようです。で、戦争に敗れて、廃墟と化してしまってるっていうことらしいです。どうやら、マイラは、俺、温泉の町だと思ってたけど、どうやら、なんか城塞があったけど、戦ってボロボロにされたみたいな。あそこに見える光さす地を目指しなさい。そして新たな希望の旗を立てるのです。この BGM はマジでテンション上がる。前回のBGM も良かったけど、これもいい。とりあえずこの辺で持ってかれるもん全部持って帰ります。モンスターと戦うのがメインのパートになるのかな？ここだと。よし。行こう。このトゥルルルってあたりもちょっと懐かしいっすよ。ドラクエ2は結構やったんでね、僕も。結構やったんでね、ドラクエ2は。おぉ、一角ウサギ、スライムベス。まあ、この辺も後で狩らないとダメですね。でも結構な施設は残ってるよね。ほら、こういうかまどとかもあるし、割かし整ってるんじゃないかな。リムルダールよりは原型がまだ残ってるっていう感じですね。暖かい光が溢れ出した。あ、この BGM にするんだ。マイラは最低マンよ。その地に生きる人々はメルキリオとリムルダールにおけるあなたの働きでわずかながら物を作る力を取り戻し、竜王軍と激しい戦いを繰り広げています。そうだよね、結構いろいろまだ残ってるよね。しかし圧倒的に魔物たちの力を前に立ち上がった人間たちも今敗北の危機にあります。さあサイテーマン、その地にも光に導かれた人々がやってくるでしょう。あなたの手で新たな町を作り、戦火に覆われたマイラの地を救うのです。すべては精霊の導きのままに。戦火ってことか、今回のあれは。おっ、おっさん。おいおい、なんだよこの旗、なんだよこの光。でもってお前は誰だ。人様のアジトで勝手に何やってやがる。お前の名前は何だ。何、ビルダーだと。ってことはお前はあの伝説の。バカ野郎、一体何のことだよビルダーって。お前らちょっと得意げな顔でわけわからないこと言ってんじゃねえぞ。まったく竜王軍の魔物にぶっ飛ばされて、やっとの思いでアジドに戻ってきてみたら、妙な旗は立ってるし、おかしな奴はいるし、一体全体どうなってやがるんだ。姉子を助けてください、姉子。姉子ってやつがいるのか、この世界に。後々出てくるかもわかんないですね、姉子は。お前は早くどっかに消えな。もう二度と話しかけんじゃねえぞ。ちなみに俺の名前はガロンだ。名乗るんかい。ゴーニーガロンね。こいつの名前はゴーニーガロンです。いいか、もう絶対話しかけるなよ。絶対だぞ。ゴーニーガロンさ、とりあえずこの後どうしていく？なんだよ、もう絶対に話しかけるなって言っただろ。なんだよ、お前まさか。
俺に気があるんじゃねえだろ。違う違う、それあーあーみたいな、そういうことじゃないんだよ。こいつに話しかけないとイベントが進まないんだよ。だとしたら残念だったな。俺は筋肉のねえやつには興味ねえんだ。あったら興味あんのかい。こいつもなんかキャラ面白いな。それに俺には姉子という心に決めた人がいるんでな。それを踏まえてどうしても俺とお近づきになりたいっていうなら一つ条件がある。あそこに湯気の立つ水場が見えんだろ。あれは魔物に壊されちまった温泉でな。やっぱ温泉は残ってんすね。あのぶっ壊れた温泉を修理してくれたら、まあダチグレになってやってもいいぜ。よし、じゃあ早速温泉を直そう。これだ、温泉。体力回復するとかの効力も下手したらあんのかな、まあ、とりあえずこの温泉直します。土集めてね。よし、このテンションの上がる BGM とともに新たなマイラ編をやっていきましょう。で、面白いキャラクターも いるじゃないですか。ゴーニーガロン、ゴーニーガロンという面白いやつもいるので、テンキルは相変わらず使えるんですね。この BGM は好き、かなり好き。よし、はい、温泉治りました。え、治ってない。え、温泉治ってない、どういうこと。あ、これが邪魔ってことか。あ、温泉の元みたいなのもあるから、え、温泉これ治ってないんだ。ちょっと待って、温泉の条件、建物、ちょっと待って、ちょっと聞いてみよう。わかんないわかんない、石で俺埋めたのにな。おいおい、気安く話しかけんじゃねえよ。お前みたいに筋肉のないやつは苦手なんだ。だけどお前案外積極的だな。俺はグイグイ来るタイプには弱いんだ。とにかく俺と心の距離を縮めてえなら、早いとこあそこにある壊れちまった温泉を修理してくれ。温泉を塞ぐ土をどかして周りの壁を修理するんだ。あ、なるほど。土、これ塞いちゃってるから、これでどかせってことか。はいはいはい。これでいいでしょ。じゃあ。OK。どう？まだダメ。これも塞げってことなのかな？ 3 段目までやっとかないとダメみたいなことでしょうか。おい、おい。いや、結構面白いじゃん、あいつ。ガロン。ゴーニーガロン。OK。まだか。こうか。どうすんの？温泉っていう判定させて、あ、こうか。こうだ、こうだ。はい、こういうことですね。よし、できたぜ。すげえ、温泉を修理してくれたんだな。心の距離を縮めるにはやっぱり温泉だ。裸でぶつかり合えば友情を超えた感情が。なんだって。自分には物を作る力がある。ここに街を作って一緒に空の闇を晴らそうだと。何言ってんだ。物を作る力なんて誰だって持ってるっつんだよ。こいつも物を作れるんですね。じゃあお前今いくつだよ。そういう自分は特別だみたいな考えちょっと痛いぜ。痛いぜって言われたか。とにかく温泉の修理ありがとな。たった今がお前は俺のダチだぜ。太い枝か、太い枝を。これもちょっと意味深だが、まあまあいいや。太い枝3本もらいました。まだ取れそうなんでガロンに話しかけていきましょう。そういやまだ聞いてなかったよな。お前名前は何て言うんだ。最低マンっていうのか。いかにも筋肉のつかなそうな名前だな。悪かったな。最高マンにすればよかったか、名前。ところでお前、物を作れるって自分で言い回ってるってことは自信があんだよな。じゃあよ、姉子や仲間を失って身も心もボロボロの俺の願いを聞いてほしい。頼む、お前が直してくれた温泉をもうちょっといい感じにグレードアップしてくれ。何があったか知らないが、仲間が大変なのに温泉の心配かだと。うるせえ、
すっとんきょうな顔してぐの根も出ねえ正論ぶっこいてんじゃねえ。とにかく温泉にたらいを2つと壁掛けタオルを3つ用意してくれ。マジでいい感じの温泉作る気だぞこいつ。ガロン、壁掛けタオルはどうするって、そんなのあれだ、よしよしよしなに考えてみてくれよ。壁掛けタオルか、温泉を作ってくんだマジで。壁掛けタオルを作るのと、ちょっと壁掛けタオルの作り方確認します。毛皮、毛皮が一つと、よしよしよし、じゃあ毛皮を、多分ね、毛皮は、大木槌が持ってると思う。いや、一角うさぎかな。一角うさぎが持ってると思うんで、一角うさぎちょっと借りに行きます。そりゃ。一角うさぎね、これ結構強いんすよ。このゲーム。あ、一角うさぎじゃないわ。一角うさぎじゃないってことは、大木槌か。なんか向こうの方にありますね、お城みたいなのが。なんかでかい城みたいなのが向こうの方にもありますが、向こうに行くのは多分また次回のパートでしょうね。ああ、この BGM は永遠と聴いていたい BGM。大木槌いたよね。確か、あいつが持ってると思うんだけどな。大木槌。この BGM はドラクエ2の、さっきも言ったんですけど、ドラクエ2の、サマルトリアの王子とムーンブルグの王子が仲間に入る前の BGM です。仲間に入った後は BGM がまた変わるんですけどね。ビルダーズはもっと明るい感じの曲になるんですよ。全員集まった後は、その前の BGM の方が神曲なんですけど、このフィールドの BGM はドラクエ2で聞く機会があんまりないんですよ。すぐに仲間集まりきっちゃうんで、あんま聞く機会ないんですけど、これはドラクエ屈指の音楽です。はい、怪我は獲得したんでちょっと戻りましょう。で、前回のリムルダールでグリーブ手に入らなかったんで、この地でも早いとこグリーブも獲得したい。で、まず大事になってくるのが食料と大倉庫ですね。が重要になってきます。よし、ここでじゃあ早速作りましょうか。あ、作れない。壁掛けタオル。オッケーオッケー。あ、この人こんないい作り設備みたいな整ってんじゃないですか。あ、たらいも作れってことか。結構いい素材作ってるね、この人。紐は多分ツタで作れるんで OK です。これでたらいを2つだっけ。この人わりかしまだ知能高いよね、今までの人たちに比べると。結構まだいろいろ作ったりとか前向きだよねこの人。よし、壁掛けタオルはじゃあまあこの辺に置いといて、でたらいをまあ浮かべて、で予備のたらいをこの辺に置いとくと。できたぜ。タオルの素材、壁掛けタオルを3つとたらいをあと1つか。じゃあまだちょっと時間かかりそうなんで、ちょっとカットして作りたいと思います。はい、完成しました。できたぜ。おお、温泉をグレードアップしてくれたんだな。すげえじゃねえか最低マン。そんな筋肉のねえ体でよくやってくれたな。いいか最低マン、温泉ってのはこのアジトのマイラのシンボルなんだ。姉子や仲間がここに帰ってきた時、温泉がしっかりしてねえとみんな悲しむだろ。だからだよ、だから俺はわざわざお前に温泉の修理を。ん？ここで一体何があったのかだと。そもそもここはな、あの妙な旗が立つ前から俺たちが魔物と戦うアジトだったんだ。だがお前が来る少し前、竜王軍の総攻撃にあって今じゃこのざまさ。仲間たちはバラバラになって、姉子は魔物たちに捕まっちまって、たまたまこの近くに隠れてた俺は、お前と怪しい光を見て戻ってきたってわけさ。とにかく最低マン、温泉をいい感じにしてくれてありがとな。
俺は温泉に浸かって筋肉を揉みながら仲間の救出とマイラ復活計画を考える。筋肉のないお前は筋肉しか言わないやん、こいつ。筋肉のないお前は温泉に浸かりながらビルダーとしてボディ磨きでもしててくれ。はい、ということで次ちょっとどうやら戦闘パートみたいに戦えないんだこの人。戦闘要員じゃないんですねこの人。次どうやら戦いパートみたいなんですけど、一旦この辺でこのパート終わります。また次回ねこのマイラを、またいい感じの街とで新たな仲間と共に、進めていけたらなと思います。ということでまた次回お会いしましょう。最低マンでした。ありがとうございました。